富山です。ふみです。わかってみです。今回青山学院やってきました。はい、ここでやる企画、青学の美女 100% 彼氏いる説。おー、上智立教では真逆の、はい、美女だけど意外と彼氏ない説を検証してきました。しました。で、上智はいなかった、はい、立教はまあまあいたという検証結果だったんですけども、はい、青学は全員彼氏いるんじゃないかなと、はい、むしろね、はい、だから合コンとかで青学で来ても多分彼氏いるやろうなって気持ちでみんなには望んでほしいと。おい、そういう感じ。はい、大学ごとのね、はい、彼氏いる率をちゃんと出しとこうかなと。ああ、なるほどね。今回青学にやってきました。はい、やっぱ青学美女が多いですから、はいはい、はいはい、どんな結果になるか楽しみですね。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。すぐぞ、青学の美女だ、探す探す。わかって TV。 青山学院の美女の方見つけました。はい、これはもう美女と言って間違いないですね。でしょう。青学ってこう美女が多い大学ってイメージあると思うんですけど、はい、またそれと同時に元気な大学ってイメージもあるんで、はい、青学の美女、はい、全員彼氏いる説を今検証してまして、じゃあお姉さん、彼氏さんはいらっしゃいますか？いない。おー、いや、青学もチャンスあり。ねえ、お姉さん、わかりさん、いない。おー、チャンスあり。本当に。やるほど。こちらのお姉さん、はい、本田翼ですよ。本田翼？はい、めちゃめちゃ可愛いっすよ。なんか似てる芸能人誰かとか言われます？いや、特に言われたことないです。あ、本当ですか。そのなんか出会いとかないんですか？すぐ恋愛してるイメージです。いや、なんかさ、そう盛んみたいなイメージやめろ。いや、そんなイメージだよ。でも入る前、青学とかなんかそういうイメージなかったですか？ちょっとなんか ありましたよね。 ね、飲み会誘われたりかわかんないですけど、ね、ご飯誘われたりとか、はい、コロナだからあまりそういうのがない。その中でも飲みに行くのが青学なんですよ、はい、そうだね、確かにね。緊急事態宣言無視、まん延防止無視、飲みに行くのが青学なんですよ、8時までね。なんか自分からそういうやばいサークルとかに近づかなければ全然ないと思う一部のやばいサークル人たちが青学のイメージを作ってるだけで、大多数は平和やと。でもちょっと、はい、いや、お二人髪型とか見ると、いや、まあまあ奇抜ですよ。ちょっとね、紫だよ。確かにちょっと遊んでるサークルと間違えちゃいますよ。そう、白は怖いですよ、ね、じゃあちょっとイメージと違ったということで、はい、青学で女性の方見つけました。はい、関東直流に行きましょうか。はい、今度青学全員彼氏いる説を検証してまして、はい、お姉さん、彼氏さんはいらっしゃいますか？いないです。おー、髪の毛明るめですけど ね、いや、すごい おしゃれですし、はい、好きな人はやっぱこの好きじゃないですか、こういうまあ青学の合力あやめ的な、はい、青学の身長低めな合力あやめにしておきましょうか。前園優作はいなかったですか？いや、いなかったです。金熊さん、いや、めっちゃ優しいや、乗ってくれてるやん、本当に話し方的に関西ですか？あ、そうです。どちらから？和歌山から。和歌山、和歌山、カンカン通り通り越して青学来ちゃってるから、恋愛したくてしゃあないの。いや、そうなのか。欲求不満女。そう、やめろお前。何言ったお前、全然そんなことないだろお前例えば普通に真面目になんか大学で勉強しよう思ったら別にカンカン通りでいいんですよ、和歌山からやったら別にね。でもそれを通り越して青山学院入っちゃってる、はい、遊びたくて遊びたくてしゃあない。そうなのかよ。いや、分からよ、お前のせいだそれは。そういうことで考えな。なんで青学入ったの？確かに。そういうことでしょ、つまり。ちょっと東京の大学に来たくて。遊びたいから。いやいやいや遊びたいから。男の子とチヤホヤしたいからよ。違うだろお前、もう東京のね、なんか新しいこの刺激に触れたかったでしょ。学びたくて青学入ってるやつ一人もおらへん。やめろお前、そんなことないよお前。ほんまや。いや、法学部忙しいと思うよ。学ぶ場所じゃない、遊ぶ場所だ。やめろお前、何遊び場だお前。大学じゃないよ、ね、USJ、 ディズニーランド、テーマパークやから、ここやめとけお前。もうじゃあ青学で男女2人組の方見つけました。はい、これはもしかしてっていう可能性もありますからね、はい、そうですね。このお姉さんに聞いてみましょうか。はい、お姉さん、はい、今回青学全員彼氏いる説を検証してるんですけど、はい、彼氏さんはいらっしゃいますか？はい、おお、隣の方？はい、おお、ワイルドやな、ね、彼氏。彼氏さん強そうやね。これがイケてるデブってやつか。お前、全部言うなお前。ガタイがいいだけじゃんお前。お前はデブだよ。俺が目指す路線。本当だよ。青学カップルってことですか？いや、僕は青学じゃない。え？ちょっと。ややこしい。え、何大学ですか？専修大学。そっち、ね、先週の彼氏で引っかかった。やめろお前、なんで引っかかったってお前。どこで出会ったんすか？出てますよこんなの。高校の時の塾で出会って。塾で恋愛してるから先週と青学どうありや。やめろお前、何を言っとんじゃんお前。もうちょっと青学っぽいけどね、なんかね。受けてないです。受けてないの、ね、青学顔とは。外見青学、中身は選手うぬぼれるな
ちょっとね、はい、こう肌もちょっと露出されてる。おしゃれですよ。はい、ちょっと青学っぽい服装ですけども。はい、お姉さん、はい、彼氏さんはいらっしゃいますか？いません。あ、即答。もうずっといないですか？そうですね。歴がイコール年齢。あら。あら、青学にもなかなかね。そんな真面目な女の子いるんやね、青学にも。オタクなんでちょっと。オタク？青学にオタク？何オタクなんですか？アニメとゲーム。あこれは俗に言う不女子ですね。不女子は腐ったものが好きな方ね。あどうですか、なんか青学ってオタクの女性とかいるんですか？いないでしょ。いないでしょ、誰も早い。少ないほど。あ少ない、なるほど。ね、どうですか、なんか生きづらさとか、はい、浮いちゃってるでしょ。いやだ、聞こえてる。聞こえてる。心の声やったんやけど、聞こえてる。ごめんなさい、ごめんなさい。すみません、ね、じゃあ、青学の美女2人組見つけました。はい。これも美女と言って過言じゃないでしょうね。そうですね、まあ、白いです。真っ白です。はい、確かに。ちょっと、上着ちょっと羽織ってもらっていいですか？ちょっと肩が見えちゃってる。いや、おい、何を見てんの？いや、ちゃう。お前は何を見てんの？いや、ごめんなさい。視聴者のみんなごめんね。ちょっとね。いや、でも、過激コンテンツになっちゃうんで。あ、そうなのね。お前のせいだよ、過激。青学の私服は過激コンテンツや。やめろ、お前。ほんまに。そんなことないよ。肌の露出多すぎやから。いや、いいでしょ、夏ですからね。お姉さん、彼氏はいますか？いないです。おお、いないんだ、意外。お姉さんはいますよね。いないです。いない。え、なんで？ちょっと顔が、ちょっとまあベッキーっぽいんで、はい、ちょっと目がめっちゃ大きいっす。不倫とかしてるんかな思ったんですけど。するか、お前。ゲス不倫。やめろ、お前。川谷絵音と付き合ってねえよ。あ、付き合ってないです。やめろ、お前。出会いはどうですか、出会いは。経営とかやったっけ？ね、経営です。マーケティング。一番チャラいみたいな。まあまあそうです。そんな感じでしょ？もうウェイですよ、もう。経済、経営とか、そんな一番チャラいでしょ？一番チャラいです。ないですか、そういうの？ないです。男の方が多いでしょ？って言うて。いや、女子の方が多い。マジ？そうなの？ちょっと BM の大学データが書き換えられるよ。そんな重要な情報じゃない。いや、女子多いところは把握してもらえる。なるほど。でもどんな彼氏がいいとか、うん。私が最近言ってるのは、はいはいはい、エスカレーター。はい。先に乗らせてくれる人。紳士的な男性ってこと？エスカレーター先？スカートとか履いてる時とか、どういうことですか？エスカレーター先。いやいや、男は後ろ、下。男後ろで、うん、なんか守ってくれてるみたいな。ワンちゃん落ちないようにみたいな。そう。なるほどね。あの女子がスカートで前に乗って男下にいるみたいなことを想像した。いやだからそれで守ってあげてるみたいな。風ビュー吹いても見えないように、ね、見えないように守ってくれてるみたいな。見えないように守ってる。そういうパンツガードマンみたいな。お前ワンちゃん見たかったんかな。違うよ。だからやべ、冤罪やって今の。俺無罪やからな今。ちょっと待って、こうやって冤罪を生まれてるから。紳士的な発言したのに。ちゃんとね、守ってあげようね。そういうことだったね。で、お姉さんはなんかこういう男性と付き合いたいみたいなありますか？元彼がちっちゃかったんで、背高い人がいい。おお。ちょっと俺狙い？まあ、ちょっと待って、こうやめてよこんな。勘違いも大概にしろ。じゃあ青学の3年生の女子2人組見つけました。はい。いやもう美女っすよこれは。もう青学ザ青学。ビーヤマさんの中ではどうですか？今日一ですかもしかして？いやもう結構僕の中では今日一ビンビン来てます。ちょっとやめてくださいね。はい、反応するのは。はい、じゃあお姉さん、彼氏さんはいらっしゃいますか？私はちょっといないです。いない。私は彼女なのに。私はいないけど。はい。いないけど。けど、え、あら。え、ちょっとどういうこと？お姉さん、お姉さんは彼氏さんいらっしゃいますか？私はいます。うわあ。やっぱいるね美女。そうか、やっぱ美女はやっぱね、いるんやね。ねちょっと待って、ビトンのカバン持ってなさいって。ビトン買う前に彼氏買え。やめろお前。なんで彼氏買えたのお前。おしゃれっすね、やっぱ大学生は二人とも。白とね、あの茶色でね、コーディネートしてる。なんか髪の毛、美容代もすごいかかってそうな。ね、本当ですよもう、ね。ちょっとだけ慣れ初め聞きますか、どんな人なのか。はい、お相手の方。破天荒な人なんですね。破天荒？え、破天荒な人？あら、青学生ですか彼さんは。そうです。おお。え、年上、同い年。同い年。うわあ、いいね。青学夢ある。いや、あるね、いいね。夢あるな。こういうのをお届けしたかったんですね、我々ね、今日は。やっぱ青学ってこう、なんか仲良くなれるきっかけみたいなってあるんですか？サークル。あ、サークルが一緒。出ました、サークル。何系のサークルやられてるんですか？サッカーです。うわー、出ました、ね、マネージャーのやつ。男目当て。やめろ。男目当てまで言うな。お姉さんもサッカーのサークルマネージャーなんですか？同じマネージャー。サッカーのマネージャーなってて、ビトンのカバン買ってて彼氏おらん。一番やべえぞ。どういうこと？別にいいだろ。彼氏作りに行ってて彼氏おらん。いや違うだろ、絶対いたでしょうね、きっと。目的果たせず。やめろお前、本当は。え、そのサークルで2回以上付き合う人とかいるんですか？わ、それ気になる。まさしく元彼が。あ、元彼が同じサークルの中で別の女の子行ってみたいな、そういうことですか？やばい。3人目行ってます。さあ。ちょっとやばい。いやだから
あのこれ俺さ、俺ね、あの気づいてしまった。いや、おかしくなっちゃったよ、もう。なんそのサークル。いや、俺気づいちゃったんだよ、はいはいはい。結局サークルの上位2割が8割の女子を行くっていうね。うわ、これサークル法則なんですよ、もうこれは。青学の美女、全員彼氏いる説検証してきました、はい、全員では全くなくて、そうですね、まあ、いないって人も意外と多かった、はい、そうですね、結構可愛い人でもいなかったですね。いや、だから青学も意外とみんなにチャンスありと、はい、っていうことですね。受験して OK ってことですね。ですね、はい、いや受験ってなんだよ、これいやチャレンジすること受験って言いますけどね。ただね、青学らしいやっぱりちょっといっぱいいろんな女の子くどくみたいな男の子がいるみたいなね、はい、ちょっと青学嵐みたいなね、はい、そんな存在もいるということが分かりましたんで、はい、ちょっと青学女性にはね、あのぜひ気をつけてほしいなと思いました、ね、はい、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺でバイ。